ノーマンはアメリカ合衆国オクラホマ州中央部クリーブランド郡に位置する都市。オクラホマシティの中心部から南へ約 32km に位置し、同市の郊外都市となっている。また、オクラホマ大学が本部キャンパスを構え、同学と海洋大気庁とが共同で設立した気象・気候関連の研究所が置かれ、気象・気候関連の企業が集まる。 学術都市でもある。人口は11万925人で、オクラホマシティ、タルサに次ぐ、州第三の都市である。現在のオクラホマ州中央部にあたる地域は、1803年に、ルイジアナバイ州によって、アメリカ合衆国の領土に組み入れられた。南北戦争を前、合衆国政府は、数々の条約に基づき、文明化語部族と呼ばれた。 ネイティブアメリカンのインディアン順州への強制移住を進めていた。今日のノーマンとその周辺の地域は、1832年1833年に締結された条約によって、クリーク族の居住地とされた。しかし南北戦争後、クリーク族は南部連合に加担した権威をかけられ、1866年に合衆国に土地を取り上げられた。やがて、 テキサスからの牛をカンザスの鉄道に運ぶ交通路としてクリスホルムトレールの支線となるアーバックルトレールが整備され1870年代初頭にはアーバックルトレール沿いに広がるまだ入植の進んでいない土地の調査が23歳のアブナーノーマンによって始められたノーマン率いる一行はこの地の今日のクラッセンストリートとリンジーストリートの角にキャンプを設け隊員が エルムの木に、ジョーク的に、ノーマンの名を冠し、ノーマン、エスキャンプと掘った。1887年にこの地にアッチソン・トピカ・アンド、サンタフェ鉄道が開通した際には、同社が駅名としてこの名を使用した。1889年4月22日に、オクラホマへの白人入植が解禁されると、ランドラッシュによって、たちまち150人の入植地が出来上がった。 初期の入植者たちは、この入植地の名としてノーマンという名を残した。ノーマンは1891年5月13日に、正式な死になった。その前年、1890年には、ノーマンに、オクラホマ大学が設立された。1941年、オクラホマ大学とノーマン市当局は、大学の空港として、マックスウェストハイマー空港を開港した。 この空港はすぐに合衆国海軍に訓練施設として対応された。第二次世界大戦が終結すると退役した軍人が高等教育を受けるためにノーマンに住み着いた。その結果、市の人口は1950年の国勢調査で2万7006人に急増した。その後もノーマンはサンベルトの中心都市の一つとして高い成長を遂げたオクラホマシティの郊外都市として 成長を続け、2003年の推計では、市史上初めて人口10万人を突破した。ノーマンは、北緯35度13分18秒、成形97度25分6秒に、位置している。オクラホマシティのダウンタウンからは南へ約32、約3 2トルダラスフォートワースからは北へ、約3 0 0トルに位置する。ノーマン市域とその周辺は、 全般的に平坦な地形であるが、市東部はやや低くなっている。市中心部の標高は357メートルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、ノーマン市は総面積490.8キロ平方メートルである。そのうち458.5キロ平方メートルが、陸地で32.3キロ平方メートルが水域である。 総面積の6.60%が水域となっている。しかし、地域の大部分は開発が進んでおらず、市街地は市西部の約70キロ平方メートルにとどまる。また、ノーマンは郊外都市であるため、超高層ビルの立つ明確なダウンタウンは持っておらず、主に住宅など低層の建築物が市街地に立ち並んでいる。 ノーマンを含むオクラホマシティ都市圏の気候は、湿度がおおむね高く極めて暑い夏と、乾燥してやや寒くなる冬に特徴付けられる、温帯の大陸性気候である。最も暑い7月の平均気温は、摂氏28度、最高気温の平均は、摂氏35度で、摂氏40度近くまで上がることもある。しかし、最低気温の平均は、摂氏21度まで下がる。 最も寒い1月の平均気温は摂氏3度、最高気温の平均こそ摂氏10度に達するが、夜になると冷え込み、最低気温の平均は氷点下摂氏3.5度である。夏季には南から南西よりの風が、また冬季には北寄りの風が吹きやすい。降水量は春から初夏、5月から6月にかけて多く、月間100から130ミリメートルに達する。 一方、12月から2月にかけては少なく、月間30から40ミリメートル程度である。年間降水量は900ミリメートル程度である。また、オクラホマシティ都市圏は、トルネードアレイと呼ばれる、アメリカ合衆国内でも、特に竜巻の発生しやすい地域に位置している。ノーマンは、シティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは、 市政実務の最高責任者であり、市議会の採択した政策に従って、市政府の日常業務について指示を出し、責任を負う。市議会は8名の議員からなっている。議員は市を8つに分けた、選挙区から各1名ずつが選出され、その任期は2年である。市長は、全市からの投票で選出される。連邦議会会議員選挙においては、 ノーマンはオクラホマ州南部をカバーするオクラホマ第4選挙区に属している。この選挙区を含めオクラホマ州内の5つの選挙区ではすべて共和党が強い勢力を持っている。オクラホマ大学のナショナルウェザーセンターノーマンの地域経済はオクラホマ大学によって大きく支えられている。オクラホマ大学は1700人以上を雇用しており、また 全米最大規模の気象学部を有し、気候、気象関連産業を含むハイテク産業のもととなる、科学技術研究の中心となっている。ノーマンは激人災害研究の中心地となっている。また、ノーマンには、オクラホマ大学と海洋大気庁とが共同で設立した、ナショナルウェザーセンターが立地している。同センターには、気象、気候関連の研究所が複数入っている。 将来的には、ノーマンに、国立気象博物館を置く計画も持ち上がっている。気象、気候研究の中心地としての地の利から、ノーマンでは、気象、気候関連産業が発展し、ウェザーニュースアメリカズ、ビュー、アンドアソシエーツ、ウェザーディシジョンテクノロジーズ、ウェザーバンク、コンピューテーショナルジオサイエンシーズといった企業がノーマンに拠点を置いている。また、ノーマンには、 オクラホマ地質学研究所も置かれており、州の地質学研究の中心地ともなっている。気候、気象関連産業以外のハイテク産業も発展してきている。ノーマーには炭素カーボンナノチューブのサウスウェスト、ナノテクノロジーズをはじめ、自家用風力発電機のバーギー・ウィンド・パワー、ジョンソン・コントロールズ、日立、アステラス製薬、AT&T などが拠点を置いている。 ノーマンを含むオクラホマシティ都市圏の玄関口となる商業空港はオクラホマシティの南西に立地するウィル・ロジャース・ワールド空港である。この空港には4大航空会社の便がすべて就航しており、ダラス・フォートワース、シカゴ・ヘア、ヒューストン・インター・コンチネンタル、ミネアポリス・セント・ポールなど各航空会社のハブ空港への便が発着する。ノーマン市内にもオクラホマ大学の所有する。 マックスウェストハイマー空港もあるが、こちらは、ゼネラルアビエーションと呼ばれる、こちらはもっぱらチャーター機や、自家用機の発着のための空港である。アムトラックのノーマン駅、アムトラックのノーマン駅は、サウスジョーンズアベニュー200にある。ノーマン駅には、オクラホマ式とフォートワーストを結ぶ、中高中距離列車、ハートランドフライヤー号が北行き、南行きとも1日1便ずつ停車する。 この列車は、フォートワースで、シカゴとサンアントニオを結ぶ、長距離夜行列車テキサスイーグル号に連絡する、ダイヤを組んでいる。市政部には、週間高速道路 I-35 が南北に、通っている。I-35 は、テキサス州から、ミネソタ州までが州国を南北に縦断する、幹線で、サンアントニオ、ダラスフォートワース、カンザスシティ、ミネアポリスセントポールなどを通る。 ノーマンにおいては、オクラホマシティのダウンタウンへと通ずる、通勤道路としての役割を果たしている。市内の公共交通機関は、クリーブランド地域高速交通の運営する8、系統の路線バスによってカバーされている。また、オクラホマシティのメトロトランジットの路線バス1系統が、オクラホマシティのダウンタウンとオクラホマ大学とを結んで、走っている。オクラホマ大学は、 ノーマンの中心部の南に本部キャンパスを構えている。同学は約3万人の学生を抱えるオクラホマ州最大の総合大学で、その歴史は州昇格前の1890年に遡る。同校は US ニュースワールドレポートの大学ランキングにおいて全米の総合大学の中で上位100位前後の評価を受けている。 同学は150以上の専攻を有しており、気象学、地質学、石油工学、ネイティブアメリカン研究、科学史、ダンスといった専攻プログラムも有している。ノーマンにおける K12 課ほどは、ノーマン公立学区の管轄下にある公立学校によって、主に支えられている。同学区は小学校15校、中学校4校、高等学校2校を有している。また、 公立学校のほか教会系その他の私立学校もいくつか立地しており、修学前教育から中学校もしくは高等学校までの一貫教育を行っている。フレッド・ジョーンズ・ジュニア美術館をオクラホマ大学の有するいくつかの文化施設は一般に公開されており、ノーマンの名所ともなっている。フレッド・ジョーンズ・ジュニア美術館は、アメリカ美術、ネイティブアメリカン美術、ヨーロッパ美術、 アジア美術、近代美術、写真のコレクションを有しており、中でも、エドガードが、ポール・ゴーギャン、クロード・モネ、カミー・ユ・ピサロ、フィンセント・ファン・ゴッホ、ピエール・オーギュストル・ノワールなどによる、印象派の作品、及びサウスウェスタン芸術の作品のコレクションに特に、力を入れている。サム・ノーブル・オクラホマ自然史博物館は、戦史時代からのオクラホマの歴史に関する、考古学、 古生物学、民族学、波中両生類学、鳥類学、およびネイティブアメリカン研究の広範な分野にわたる、約5万点の展示物を展示している。同館は特に恐竜の化石、及び古生代の事物のコレクションに力を入れている。芸術学部音楽学科が所有、管理する、キャットレット音楽センターでは、オーケストラやジャズの演奏やオペラの講演、 マーチングバンドの演技など様々なイベントが取り行われる。また、音楽学科、ダンス学科、演劇学科、およびミュージカル学科はそれぞれ学生による講演をレーノルズ演技芸術センターなどで通年を行っている。ゲイロードファミリー、オクラホマメモリアルスタジアムオクラホマ大学は、スポーツの面でもノーマンの地域文化の中心となっている。オクラホマ大学のスポーツチーム、 スーナーズは NCAA のディビジョン I に属するビッグ12、カンファレンスに所属しており、男子9種目、女子10種,種目で競っている。特に、フットボールチームは全米有数の競合であり、これまでに7度の全米優勝に輝き、5人のハイズマン賞受賞者を輩出し、NFL にも多数の人材を送り込んできた。1953年から1957年に、 かけては、スーナーズは47連勝の記録を作った。この記録は現在でも破られていない。ビッグ12カンファレンスは激戦区の一つであるが、特にテキサス大学ロングホーンズとは1900年からレッドリバーシュートアウトと呼ばれるライバル関係を築いている。初期は他の試合と同じように各年のホームアウェイで行われてきたが、1932年以降は、 毎年10月中旬に中立フィールドとなるダラスのコットンボールで行われている。1996年以降はこのカードが同一カンファレンス内の対戦となったため、オクラホマ・スーナーズ、テキサス・ロングホーンズのいずれにとっても重要度が増した。スーナーズのフットボールチームはキャンパス内のゲイロードファミリー、オクラホマ・メモリアル・スタジアムを本拠にしている。 このスタジアムは82,112人を収容する全米の大学で14番目、ビッグ12カンファレンスでは3番目に大きいスタジアムである。メディーバルフェアオクラホマ大学のキャンパスに隣接するノーマン最大の公園、リーブズ公園では毎年3月末もしくは4月初めの週末の3日間、中世をテーマとした遊戯、芸術、文化の祭典であるメディーバルフェアが行われる。 1976年から開催されているこの祭りはもともとはオクラホマ大学の英文学科がフォーラムとして行っていたものであった。音楽祭や芸術祭もいくつか開催される。4月末の週末には市中心部で様々な形態、スタイルの音楽の演奏が行われるノーマン音楽祭が開かれる。市中心部にあるアンドリュース公園では年2回 春と秋にアムネスティ・インターナショナルのオクラホマ大学支部主催で人権に対する意識を高めることを目的としたグルーブフェストという音楽祭が行われる。また5月初めの週末には同じくアンドリュース公園でメイフェアという芸術祭が開かれる。6月にはライオンズ公園内のファイアーハウス芸術センターでミッドサマーナイツフェアという芸術祭が開かれる。6月に開かれる ジャズ・イン・ジューンというイベントでは、ノーマン市内の各所で、ジャズの演奏が行われるほか、プロのジャズミュージシャンによるクリニックも行われる。5月から9月にかけては、サマーブリーズ・コンサートシリーズと呼ばれる、一連のコンサートが、ノーマン市内の各所で開かれる。また、市中心部では、マルディグラやクリスマスにはパレードが行われる。以下に、ノーマン市における1900年から2010年までの、 人口推移をグラフ及び表で示す。ノーマンは以下4都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。